三重県紀北町にある柿内園芸のおよそ1500平方メートルの農園には150本余りの温州みかんの木があり、みかんがたわわに実り甘酸っぱい香りを漂わせています。毎年この時期みかん狩りが行われていて、今日は地元の紀伊長島幼稚園の子どもたちがみかん狩りを楽しみました。美味しそうなみかんを見つけると大きなハサミで切り取って次々と頬張っていました。これで5個目これで5個目5個目美味しいですか？美味しい、この農園では来月下旬までみかん狩りが行われるということです。